ソン・ギャバードはアメリカ合衆国のオハイオ州出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2000年6月5日、ドラフト29巡目でボストン・レッドソックスから指名され、約1年後の2001年5月27日に契約を結んだ。入団後、マイナーリーグルーキー級の GCL ・レッドソックスに所属となり、6試合に先発登板。 防御率5.650勝1敗、ホイップ1.240という成績を記録。また、投球イニングを超える三振を奪い、脱三振率10.7をマークした。2002年は、A 級のオーガスタグリーンジャケッツに昇格。全7試合に先発登板して、防御率1.890勝4敗、ホイップ1.00という成績を残した。2003年は、 A 級のサラソタレッドソックスに昇格。2試合に先発登板したが、防御率10.290勝1敗、ホイップ2.29という成績に終わった。2004年は、A 級のポートランドシードックスとサラソタノに、球団でプレー。ポートランドでは14試合すべてに先発登板し、防御率6.283勝6敗、ホイップ1.64という成績を記録。 また、サラソタでは7試合に先発登板、3試合にリリーフ登板し、防御率2.703勝2敗1セーブホイップ1.36という成績だった。2チーム系では24試合の登板防御率4.67、ホイップ1.52だった。2005年はポートランドのみでプレー。27試合に登板して、防御率4.619勝11敗。 ホイップ1.246という成績を残した。2006年7月22日のシアトルマリナーズ戦で先発投手としてメジャーデビューを果たした。この試合では6回途中まで投げたが8安打3失点という投球内容で敗戦投手となった。レッドソックスでは4試合に先発登板と3試合にリリーフ登板して防御率3.511勝3敗。 ホイップ1.56という成績を残した。なお、同年はマイナーでは、ポータケットレッドソックスとポートランドの2チームで、計22試合に登板。2チーム系で、防御率3.6610勝を9敗、ホイップ1.22という成績を記録、メジャー及びマイナーで、年間2桁勝利を挙げた、最初のシーズンだった。2007年7月16日の、カンザスシティロイヤルズ戦では、 メジャー初完封を記録。7試合の先発登板で、防御率3.734勝0敗、ホイップ1.12という成績を残していた。また、ポータケットでも14試合に先発登板し、防御率3.247勝2敗、ホイップ1.21だった。2007年7月31日に、エリック・ガニエトのトレードで、金銭エンヘル、ベルトレ、 デイビッド・マーフィーと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。レンジャーズ加入後は、まずまずのピッチングを見せていたが、9月に前腕筋を痛めて DL 入りした。移籍後はマイナーでの試合出場はなく、メジャーでの成績は、8試合の先発登板で防御率5.582勝1敗、防御率1.56だった。なお、レッドソックス時代との通算では、 15試合の先発登板で防御率4.656勝1敗、ホイップ1.34という成績だった。2008年は5月に入って肘痛の影響で調子を崩し、6月に DL 入りして有利軟骨の除去手術を受けた。最終的には12試合に先発登板して防御率4.822勝3敗、ホイップ1.84という成績を残した。 また、マイナーでは、トリプル A 級のオクラホーマレッドホークスと AA、A、級のフリスコラフライダーズで計算試合に先発登板し、防御率4.320勝1敗、ホイップ1.50という成績だった。2009年4月23日、レッドソックスに復帰した。同年は、トリプル A 級オクラホーマシティレッドホークス AA 級、ポートランド A 級、 ローウェル・スピナーズの3階級でプレー通算では10試合の先発登板、5試合のリリーフ登板で防御率9.602勝6敗、ホイップ2.70という成績を残した。2010年はポータケットで11試合に登板したが、先発登板は1試合のみだった。同年は防御率5.650勝2敗。 ホイップ2.23という成績を残したが、7月23日に FA となった。2011年以降はメジャー及びマイナーでの登板機会はなく、2012年に現役引退した。引退後は母校であるロイヤルパームビーチ高等学校でコーチも務める。ありがとうございます。